こんにちは、いつもなしやしみです。今日はですね、水の口付近から南武線宿河原駅付近までですね、歩いてみたいと思います。バスがですね、ちょうどよくいいのあったらですね、別の場所行こうとも思ったんですけど、歩いていきます。線路沿いですよね、ここ。西口商店街です。ザ・水の口ですよね。ここのですね、ここのフェンスっていうか、このオレンジのですね、金網のところも、前は店が建てたんですよ。で、放火でですね、火事があって、亡くなりましたよね。で、ここ古本屋、なくなっちゃうんですね。カートリアの隣。名物のおじさんいましたけども。時代っていうのはですね、過ぎていきますよね。いや、残念ですね。ここの商店街もですね、再開発するところだったんですけど、下みんな下水で、結構ですね、ここをいじるとですね、お金がものすごいかかるらしくて、すごいですよね、ここの。でですね、ちょっとさらに進んでいきたいと思います。ここ栄橋、交差点を左に曲がってきます。長浜ラーメンですね。で、この店のことを忘れてました。で、確かですね、20年ぐらい前、よく通ってたんですよ。で、本当に今水の口では結構醤油豚骨家系が多いんですけど、本当にこれ、博多ラーメンのこってり系でですね、高菜ラーメンがうまいですよね。で、昔ですね、ちょっと頭スキンヘッドのちょっとつるっとした、ご年配のおじさんがですね、いて、その人がいるときは美味しかったんですよね。麺はですね、つるっとはしてなく、なんかコシがあるちょっと細麺ですよね。ボクシングジムですね。で、ボクシングって言えば、ウシク対ジョシュアですね。あれ、ジョシュア、下のクラスのから上がってきた選手に負けちゃいけないですよね。あと、矢吹対、ケンシロウ。あれもちょっと矢吹のバッティング、4、5発あったと思うんですけど、あんまり注意なかったですよね。それで勝ったようなもんなのに、反則が、ボクシングってありになったんですかね、あれ。丸亀製麺ですね。この店もですね、ちょっと、ルールっていうか、頼み方がちょっと、そういう、こういうの、よくわかんなくて。で、津田山駅ですよね。で、ちょうどあそこ、自転車置き場があるあたりが、昔、駅のですね、改札だったと思うんですよね。だいぶ変わりましたね。で、ちょっと裏のですね、ファミリーマート寄っていこうと思います。それでですね、体健やか茶、そして、コーンマヨネーズ寿司ですよね。もっとマシな名前つけられなかったのかっていう、商品開発どうなってんですかね、ただですね、食べたら美味しいんですよ。酢飯と、マヨネーズ、そしてちょっと食感があるコーンがですね、絶妙だったですよね。久慈はですね、昔梅の名所だったんですけども、今ほとんどなくて、バス停に名前が残りますよね。で、左側がですね、山があって、七面山って昔呼ばれたんですけども、この辺のですね、電車を開発した、玉川鉄道の、社長さんですね、津田さんが、
そこで開発を手掛けたってことで、津田山というふうになってます。ニカロ用水にやってまいりました。防虫対策必須ですよね。なんか蚊は最近ですね、まあ10月とかですね、変な時期多いですよね。いやー、こんな場所があったんですね。まあ最近世の中、まあ暗いですけど、まあこういうですね、緑、まあ植物はですね、まあなんか裏切らないっていうか、嘘つかないですよね。なんか心が正常化されるような気がします。で、今年はですね、テレワークで、まあ家にいる機会が多かったんで、鉢植え買ったんですよ。パキラっていうですね、なんか木みたいなやつですよね。まあただですね、枯れさせてしまいまして、まあちょっと残念ですよね。その、まあ、途中まで育てていただいた方に申し訳ないですよね。水やりすぎたんですかね。まあそれ以降ですね、なんか100円ショップで買ったちっちゃい植木、それがまだ、約2年近くなるけど生きてますよね。まあまあ私なんかだとサボテンをも枯らしかねないですよね。ですね、川にはですね、あんまり魚が見えないんですよ。生命体といえばですね、目の前を泳いでる、まあ、カモですよね。カルガモですか。なんか、生き物があんまり少ないですよね。生き物がいないんで、猫撮影しちゃいました。ただですね、野良猫、ここ最近、減少してますよね。まあ、ちゃんとですね、管理してる方がいて、まあ本当に、まあいいことですよね。ここのですね、さくらっていう居酒屋、酒場ほろき出ましたよね。この通り、まああと、まあなんか昔ながらの商店街っていう感じでいいですよね。これオリジン、まあ秋の味覚カキフライっていうことで、もう秋なんですよね。まあ世も末ですよ。ここがですね、やっと宿河原の駅です。まあ特にですね、なんかあるっていうわけでもなく、まあそこがいいですよね。で、ここはですね、この駅を降りて、藤子不二雄ミュージアムに行く、一つの最寄り駅でもあります。もうだからですね、これ見てください。ドラえもんです。ドーン。でですね、やっぱりちっちゃいんですよ。もうちょっとですね、大きい銅像でもよかったんじゃないかなっていう、くらい、まあ、小さいんですよ。それで、まあ、こうやってですね、歩く、理由なんですけども、もちろんこうやってですね、動画を撮るというのが、まあ、一番なんですけども、
で、それ以前にですね、まあいつも歩いてて、その理由はやっぱりダイエットなんですよ。ダイエットについてはですね、まあいろいろもう本ももう何冊か読んで、まあ動画とかですね、いろんな、自分自身も実験、でなんか、まあ、健康器具買ったり、まあ、いろいろやってきましたけども、まあ、結論ですね、ダイエットって無理なんじゃないかというふうにちょっと思い始めましたね。でこれやっぱりよっぽどそういう太らない体質でですね、ダイエット成功するって人はやっぱりよっぽどですね追い詰められてる、まあそういうなんか加減というかですね、あのやっぱりあのもう本当の攻略法というか、まあ、結論はもう食べなきゃいいわけで、太らない太ること食べなきゃいいだけなんですよ。でそれでもやっぱり人間の、まあ、欲ですよね、食欲、欲っていうのはですね、まあ、勝てないですよね、そういうなんていうでしょう、頑張りとかそういうもんでは。でその成功するパターンっていうのはですね、まあ、唯一そのそこまで追い詰められる、やっぱりその本当のどれだけ真剣になるか、うん、そういうなんか思いが大きいかちっちゃいかのところだと思うんですよね。ただいくら大きくてもですね、例えばなんか好みの服を着たいとかですね、まあ、ちょっとかっこよくなりたいぐらいのところでは、目の前の食べ物をですね我慢できないと思います。で本当に成功するパターンはやっぱり本当に今病気にでもなってもうこれ以上食べたらもう命に関わると、まあ、そういうところでやっとですね、あのダイエットできるのかなっていうぐらいですよね。でもう一つはやっぱりそういう環境にもう無理やり自分を置いちゃうとかですね、まあ、よくもう大金払ってジムにですね登録して入会してしまうと、ただまあお金がもったいないからジムに通うっていうところ、ただそれでもですね、まあ、行かなくなることが多いようですよね。あともう坂の上の家に住んじゃうとかですね、行き帰りもう坂を登らないといけないっていうね。私も昔そこに住んでた時ですね、やっぱりちょっと今より痩せてましたよね。まあそういう状況とかですね。だからやっぱりダイエットっていうのはですね、まあ、簡単じゃないですよね。あとですね、やっぱりお酒ですよね。なんかこの新型コロナの期間中、まあ逆にですね、お酒の量増えたような気がするんですよ。もちろん飲み会とかですね、そういうのはほぼないんですけど、なんかこう一人でですね飲んでしまうと、でその期間というかですね頻度もですね、やっぱりこう量多い少ない含めてですね、やっぱ結構ほぼ毎日、だからまあアルコール依存症って言われたらですね、まあそうですよね。だからですね、ちょっと目標としてやっぱりなるべく一人では飲まない、まあこれこうなりたいですよね。でやっぱりですね、さっき話した、まあ、ダイエット、まあ、太るってことに、直接、まあ、つながりますし、やっぱり次の日のですね、パフォーマンスですよね。でやっぱりですね、まあ、頭がクリアじゃないんでやっぱ違いますよね。なんかその、で、ここがですね、多摩川沿いにあります、二花寮、せせらぎ館ですね。で、中にはですね、いろんな魚が展示してあります。まあ、銀ブナですね。これもなかなか見れないですよね。こういうのもなかなか。いいですよね。
まあ、これ撮影していいのかどうか分かんなかったんで、ちょっと盗撮みたいな感じでですね、申し訳ないんですけども、及川、美しいですよね。今年の夏ですね、釣りましたね、これを。本当に宝石ですよ。で、あ、ウグイですね。なんか、及川とウグイの違いが分からないというか、なんか一緒のような感じになってましたね。で、中はですね、で、いろんなものがこう展示してあって、あ、この模型ですね。多摩川のこのダム付近。こう素晴らしいですよね。だからこういったものがあってですね、非常にいい場所ですよね。なんかここはまた行きたいと思います。それで、さっきですね、お酒のお話して、それと関連するんですけど、あとも、睡眠ですよね。睡眠。やっぱりですね、まあ、今、ぐっすり眠れてないですよね。まあ、私だけじゃなく、今、まあ、現代人ですね。多くの人が抱えている悩みだと思います。で、まあ、原因？まあ、私はですね、あまりこう、カフェインですね。まあ、お茶とかは、たまに飲むんですけど、まあ、コーヒーも飲まないんで、まあ、大きな原因とか言われるカフェインはですね、そこまで飲まないんですけど、で、やっぱりあと、光ですよね、光。まあ、テレビ、もちろんそうですし、パソコンですよね。あと、まあ、今、本当にしきりに言われてる、スマホですね。スマホから出る、なんですか、ブルーライトでしたっけ？なんか、そういう光が、やっぱりこう、睡眠を妨げるですね、まあ、大きな原因になってると。で、今やっぱりだから、もう、例えば夜ですね、遅い時間にはもうスマホ、自動的に切れるようにしたりですね、いろいろみんな工夫してますよね。で、まあお酒飲んでですね、喉カラッカラで、ね、感じで寝るとですね、やっぱ悪夢見るんですよ。で、大体多いのが遅刻系ですよね。まあちょっと商談時間、会社の出社時間に遅刻しました。あとは、財布をなくしたっていうパターンですよね。あれ、本当最悪ですよね。起きて本当良かったっていう、まあ遅刻もそうなんですけど、あとですね、昔見たビデオレンタルですね。ちょっとなんか卑猥っていうかですね、ハードなエロビデオとか借りて、それをまあ2ヶ月ぐらい返すのを忘れてったっていう夢ですよね。で、まあ返しに行くわけなんですけども、そういった時に限ってですね、まあ可愛い女の子がまあレジにいて、まあ2万5000円ですとか言われてですね、まあ、